例えば上司を壊せ、相手のね敵の上司を壊せ、うん、まあ戦場戦やったら指揮官を狙いやんねんけどな。そういったら怖くなくなったやろ、急にな、相手の上司を壊せると怖くなるやろ、忍者がやってきていきなり破壊に見せられたりとかあるかもな、それやったらあるんでしょ、あったよな。それはいいとして、相手の上司に、相手を目の前の敵は相手の上司に潰させろ、自分出身の方が面白かったかな。ただ本当に相手の上司を潰さなあかん時は潰すねんで、それはまあうちやったら、例えば小沢一郎という人物を徹底的に潰すわけな。例えば維新やったら松井一郎を徹底的に潰すわけな。自民はまあ小泉純一郎を徹底的に潰すわけやんか。全部1月一郎がついた。一郎プロ野球潰した方、あメジャーリーグ潰した方、鈴木一郎は潰すんか。知らんけど、全国の一郎さん、俺は上司ちゃうかね。直沢一郎さんを潰したら民主党議息吹き返したよ。自民党の人はバカって言ってるわけじゃないで、自民党は直沢一郎を潰してほしいで。お前で小沢一郎と小泉純一郎のそういちいちコンビって、あ自民党を壊すっていうのがメインテーマの歌が公言してはばからへんやろあいつら。あかんねんだあんなやつら。特に小泉純一郎なんか特に自民党ってあかんねんで、その息子が首相候補なったらあかんねんで、自民党壊すやつのその息子なんで総裁にせなあかんの。絶対そんなやつ総裁したらあかんで、小泉は絶対もう総裁にするな、二度と総裁にするな、あんなやつ。小泉は自民党から追放や。な、当たり前やんか。うちが言ったらそうなんの。